おお、合体してる。なんか悠々白書のさ、あのゲームボーイ版のやつで、その暗黒武術改編でさ、その比叡とかさ、V とかさ、戦ってたじゃん、魔性使いチームとかそういうので。でその時に勝ち負けを表す時のボードがこんな感じだったよな。こんな感じのボードで誰々の勝ち負けみたいな表示されてたよな。で心なしかちょっとライブアライブのラスボスにも見た目が似てる気がする。でまずはバイシスだな。バイシス、待て待て、バイシスを全員にかけて、おばさんかけて、メカニウスはまあチューチュー吸って、これあれか、あいつよく見たらあいつじゃない、あのストラボじゃない、ストラボにこいつ合体してないか。おお、物理で攻撃してきた。おお、なに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 、汚くね、2ターン攻撃してるじゃん。いや、くたばるて。ちょっと、これ、くたばるて。どうにかなるか。このターンで、一番の大技ぶちかましちゃったけどさ。661。いや、一回だけ死んでも蘇るみたいなさ、そういう。え、マジか。うわあ、メカニードス。ゾンド、これ HP、ああ、だよね、そうなるよね。ちょ、おじさん防御させて、ギガボで回復させて、リヒター、呪文で、バイシスをリヒターにかけて、メカニードスはもう攻撃だな。はい、メカニードス以外一旦元気になりましたと。こっからはおじさん、あーマジか、メカニードスくたばる。いや1ダメージってマジか。2回使ってる、これ、これ全体に対してなの。あー、メカニードスがくたばった。いや、まあしゃあない、そういうもんだ、そういうもんだと思って割り切るしかない。でリヒターが、リヒターやることねえな。他の技がどういう効果なのかがよくわかんないから。でモモロクとか絶対効かないよね。ギガブレードでダメージ入る？いや、ギガブレードの攻撃も1ダメージぐらいしか入んなさそうな、そんな気がするぜ。うわー、やっぱそうだ、ゾンドしか効かないんだ。だから他のおばさんとリヒターは回復要因だよね。ひたすらおじさんが死なないようにおじさんの盾になるしかない。 HP の与えるダメージ量がさ、もう全然違えもんな。871倍違うんだよ。871倍も違うんだったらそれはもう回復に勤しむしかないわな。いや、痛えわな、しかし。で、待て。このターンは、いや、このターンもだよな。ゾンド使って。いやー、自利品すぎる。あと4ターン以内に倒せなかったら、死あるのみだ。で、もみそ拷問とか効くの？呪文が普通に効くのかどうか。呪文も1ダメージだったら、ガチでリヒター、メガボトル使うくらいしか、やる仕事がない。いや、頼む、勝ってくれ、勝たせてくれ。もう気持ちよくエンディングを迎えたいんだ。あと3ターン以内ぐらいに、うん、そのボトルが尽きるまでにこいつの命が尽きてくれれば助かるんだけど。いや、まさかパート1でいた、目の前にいた同窓生が、あ、普通にダメージ通るんだ。目の前にいた同級生がラスボスだったとはな。
おばさん大丈夫かな。うーわ、死にそうだ。あー、待て。いや、でも一つ分かったことがあるから、そのリヒターは、あ、待て待て。リヒターは、一応呪文でダメージを与えられる。もう初手でもみそゴーン使うべきだったな。おばさん完全に回復要因にして、まあ最悪あれだよな、リヒター HP 回復要因はおじさんもなれるわけだから、おばさんとリヒターが呪文使うっていうパターンもあるよな。おじさんがこのゾンド、まあゾンドっていうかおばさんの回復アイテムなくなり次第だよね。だからもうそれまでおじさんで頑張るしかない。661、いや、メカニードスが死んでんのかな、辛いわな。HP 全開の3000の状態で挑んでたとしても、もうくたばってるよな、メカニードス。いやー、誰かもう一人他に仲間キャラがいればな、よかったのかもしんねえけど、采配ミスったな、これは。このターン、一旦おじさんがギガボ使うか。で、おばさんも、ダイボバドンとか、聞くかな。ダイボバドンともみそゴーンで、いや1か、もみそゴーンの方が効くのか。まあ水属性に対して弱点があるっちゅうことはとりあえず分かった。てかおじさん、はよ回復入れてやってくれ。リヒターが死んでしまうぜ。誰に来た。ああ、おばさんだったらいい。オッケーオッケー、今の采配、割とマジで正解だった。誰に攻撃が来る？おばさんか。多分おばさんだな、今の。いや、これおじさんとリヒターにも攻撃来たか。全体に来てるな。いや、このターン、回復するべきか、攻撃するべきか。まあ、もみそゴン使って、いや、全員、とりあえず攻撃しよう。多分若干余裕はあるはず。いや、今の采配ミスったかな。どうだろう。うー、なかなかきちい。次、今おじさん先手取れてなかったけど、これ次のターンでおじさん先手取れなかったとしたら死ぬ可能性高いよね。いや、魔法ダメージをなんか無効化するみたいな、半減するみたいな技あったと思うんだけど、その魔法の名前が分かんないから、もうセルフハードプレイみたいなことやってる感じだよね。161、うーん、オッケーオッケー。ダメージはとりあえず通ってる。さあどうだ、そろそろくたばるか。うわ、マジこれ誰か死んだろ。うー、おじさんギガボトル使って、こいつら防御してもあんまり意味ないよな。もうおじさん先手取って、よしよし、ナイス。あっぶねえ、ギリギリ、マジでギリギリの戦いしてる。いや、まあいい。今はとりあえず全回復してる状態だから。で、おばさんもガードしてるから、そこまでダメージは食らわないと。HP どんぐらいあるんだろう。っていうか、次、第三形態みたいのないよな。第三形態みたいのあったら、これ、積むぜ。このターンどうしよう。悩むな。いや、おじさんゾンド使って、おばさんは、おばさんも、もみそゴン使うか。で、リヒターがメガボトルでおじさん回復。ぶん殴りきた。やっちまったか。うえいって。でも今、リヒターあれだよな、おじさん回復させたよな。
ギリギリどうにかなってる。と思うんだけど。HP あったからどうにか成立してるけど、危ないことしてるよね。いや、頼むぞ。まあ、攻撃の要だからな、おじさん。おじさんが一番死なれたらまずい。よし。立て直した。立て直したけど、きつい。ちょ、ギガボ使って。いや、防御させとくか。二人とも防御させて。いや、回復するとき、大体先手取れてるんだよな。はい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 、オッケーオッケーオッケー。防御してこれだもんな。で、ゾンド使って、モミソコン使って、メカボを、おばさん。ちょっと緊張してきたのか、喉が渇いてきてるぜ。強くエンディングを見させてくれ。来たんじゃない？来たんじゃない？これ、カイマートを倒した。経験値が出ないってことはラスボスだ。完全にラスボスだろ。かわいそうな人。ガブニードスもゼイガスもダルグレンの力に運命を狂わされたのね。いけない、早く逃げなくちゃ。ダルグレンが壊れていくわ。早く時巡る船に乗り込むのよ。おお、勝手に歩いてる。あ、悲しい。メカニードス、メカニードスが言った。切ない映像だな。いや、でもよく3人で勝てたな。こいつと合流するんだ。ジョアンだっけ。あー、崩壊してくね。神々のミザだっけ。花ゴーラっていうマンモスが手強かったよな。あとケセランパサランみたいな緑色のさ、スーモみたいなやついたじゃん。あいつも手強かった。これ誰のセリフだよ。おじさん様、おばさん様、祝いの準備が整いました。どうぞお入りください。お祝福か。これダフネかな。あの、花みたいな場所かな。花みたいな、あそこだよね。市長。ああ、こいつか。あの、花みたいな町。おお、あなた方のご活躍は、ここにいる方々から伺いました。今日は存分にお楽しみください。ああ、感動のエンディングだ。ダッシュ。いたな、そんなの。いや、これはこれはおじさんさんじゃありませんか。あなたみたいな方と旅ができたのも一生の記念ですぜ。過去に仲間にしたキャラが、それぞれここにいるのかな。悪度。悪どいやつだ。俺の金盗んだやつだろ、こいつ。いつかは一緒に金が稼げて楽しかったな。お前金盗んだだけだろ。今俺は金貸しをやってるんだ。金に困ったらいつでも来な。よく言うな、こいつな。で、こいつ、なんだっけ、名前。あ、ビーン、そうだ、ミスタービーン。これでわしもようやく成仏できる。ありがたや、ありがたや。上とかにもみんないんのかな。はい、はい、はい、はい。ラズークの長老、おじさん、よくやってくれました。おかげで村の者も元気を取り戻しました。おばさんや、わしの可愛い娘、おばさんや、あー、こいつか、こいつ育ての親か、村に帰ってくるつもりはないかい。はい、家の選択肢、俺がかかってる答えでいいの。そうか、帰ってきてくれるか、いやいやいや、悲しそうな顔しているな。そうか、そんなにおじさんと別れたくないのか、そうか、そうか。そうか、お前は心の優しい子だ。すまん、わしのままだって、お前はおじさんと行くがいい。これ、家なんだろ、どうなんの。はい、家と。そうか、来てはくれぬか。すまない、わしのわがままだってよ。お前は固い決意をしていたのだな。誰だお前。シャラな。あんまり記憶に残ってない。ダダネスト要員だっけ、こいつ。あなたは今や偉大なる精霊使いです。あなたの成長を心から祝福しましょう。お久しぶりでございます。あなたたちとご一緒できたことを光栄に思ってます。これあれだよな、仲間にしてないキャラはここに出てこないんだよな、多分な。エンディングが微妙に変わるみたいなさ、そういうマルチエンディングストーリー的なやつなんだ。やっぱり平和が一番ね。こんなお祭りならいつでも呼んでよ。ゲイをしていて楽しくって仕方がないわ。もうゲイってレーザーラモン HG 的なあれかと思ったんだけど。で、宝箱は調べることができないと。
んで、お前はラスナン、お前と一緒に旅ができて楽しかったせい、また俺たちの旅芸人の芸を見に来てくれ。お前セーブ屋か、セーブしてみる。冗談よ、あちこちで私たちを利用してくれてありがとう。おかげでみんなの願いが叶ったわ。ゼーゴス倒してくれてありがとう。キーナ、やだ嘘みたいね、マジマジあんたち、やだね嘘みたい。これサスク音でさ、一瞬誰かあれだよな、強引に仲間になったやつだよな、誰かの代わりに。ドン・ラズブ、おおおじさんではないか、弟を鍛えてくれたこと一生感謝するぞ。バルナズブ、僕はすごく強くなった、ありがとうありがとう。しょうもない。んで、お前は、ようて、あららららら、ずいぶんたくましくなったな、お二人さん。なんでも世界を救ったそうじゃねえか。若いくせにすごいことやるね。これ一番初期の頃に仲間になったやつじゃないの。俺かい、俺はってえとな、実は最近、結婚したの。おお、おめでとう。かあ、全く照れしまうぜ。まあ、女が島に押しかけてきちまって、しぶしぶ初体を持ったわけさ。まあ、暇があったら、レスター島に寄ってくれや。うまいもんでもご馳走するぜと。レスター島っていう名前だったか。ガンツ、よかった、あんたたちにまた会えた。あの火山の町に行ったやつじゃないの。俺はあんたたちに会いたくて生まれて、あんたたちに会いたくて生まれて初めて白土の町から出てきたんだ。あの町で苦労して俺にゴドムの子守歌を聴かせてくれたあんたたちの優しさ、俺は忘れやしないぜ。お前の力で世界は救われた。さすが俺も脱帽するぜ。いや、エンディングこんな風に変わるんだったら全員仲間にしときゃよかったよな。久しぶりだな、テネブラの山では世話になった。重ねて礼を言うよ。こいつか、一緒に空飛んだやつ。長老もよろしくとのことだ。おかげで逃げていったクールもほとんど捕まったよ。本当にありがとう。ザラン、おお、俺だ、ミストの町のザランだ。お前たちには迷惑かけたな。あのパン屋の娘が好きだとかって言ってたやつか。ジョイスが死んだことは聞いたよ。あのパン屋の娘だよな。パン屋の娘がジョイス？あ、ジョアンか、あれもう一人の旅芸人みたいなやつ。で、あんたたちには何の責任もないことは知ってるよ。あいつはレジスタンスだったんだな。あいつが死んで初めて教えられたよ。どんな世の中になっても人を愛することが一番大切なことだってな。だからわざわざこのナスコートに来たんだ。俺にそれを教えてくれたジョイスとお前たちに礼を言うために。またサスコートのミストに来ることがあったらパン屋を訪ねてくれよ。ジョイスの代わりに俺がやってるよ。あ、そうなんだ。ゴーフ、おお久しぶりだな。ゴーフのゴーフだよ。ちょっとシャレっぽいね。今では俺も独立して一発の追い方さ。ほう、ボマーみたいなやつだよなこいつな。んーで、はい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 、これ上の階まで来ちゃったけど下の階はどうなってたんだろうな。また会えた、嬉しい。俺今度格闘大会に出る、優勝する、見に来てくれ。格闘王みたいなやつか、ガイスって。君たちにはレジスタンス一同感謝してる。おかげでゼーゴスを倒すことができた。これからサスコート再建に向けて忙しくなるぞ。君たちにもぜひ手伝ってもらいたいくらいだよ。それから君たちに伝言がある。ノイグレンでゼーゴスを食い止めたウェルダからだ。いいか、読むぞ。ウェルダって死んだやつだよな。ウェルダです。今病院のベッドにいます。お祝いに行けなくてとても、死んでないんだ。私はサスコート解放の日に牢屋から助けてもらいました。あなたたちと戦った思い出は一生忘れません。レナスで一番若い英雄のお二人を遠いサスコートから祝福させていただきます。それではお元気で。今日来れないことが本当に残念だったようだ。あの女戦士ベッドの上でダダをこねてたぞ。ところでここだけの話だが、ナスコートの料理はなんでこんなにまずいんだ。サスコートの人間だっけこいつ。母、おふくろか。おじさん、おじさんや、大丈夫かい、怪我はないかい。お前のことが心配でたまらなかったよ。お前がみんなを救ってくれたんだってね。母さんはそれを聞いてとても誇らしい気持ちだよ。お前が一人前になるどころか、そんな素晴らしいことをするなんてね。母さんなら大丈夫だよ。それよりお世話になった皆さんにちゃんとお礼は言ったかい。てかこいつどこ行ってたんだよって話だよな。あの故郷のさ、レイオルナの町にもいなかったじゃん。皆さんに挨拶をしてください。お前はお前一人だけで生きているわけではないのだよ。いや、今みんなに挨拶してるぜ。この像を調べることもできない。スレイン、天才戦士スレイン様を覚えてくれたから、君の成長をライバルとして大いに称える。全然覚えてないんだけど、スレイン。いや、いたか、でもスレインって。よくやったぞ、おじさん。お前のおかげで地上に再び平和が戻った。お前は私の誇りだ。わしも学校を再建して、お前に負けない精霊使いを育てていこう。そうすることが地上に平和を取り戻したお前に対する何よりのお礼だからな。これはダフネ。ああ、お疲れさん、いたずら坊主たち。私はあんたたちがやり遂げると確信していたよ。私はあんたたちに大事なことを伝えたくてここに来たんだ。これだけを言わなきゃ死んでも死にきれないよ。いい？ちゃんとメモを取るんだよ。みたいなこと言うのかな。よくお聞き、後でテストやっぱするんだな。あんたが動かしてあんたにカイマートを生み出させた古代機械ダルグレン。
あれを作ったガブリードス様は我々と違う種族の人だったと言われておる。英雄コーンやソフィーもね。はあ。おっと、隠さなくてもいいよ。このダフネは全てお見通しさ。まあそんなに深くは知らないがね。それよりもあんたに聞きたいことはこの星レナスの秘密なんだよ。レナスにはまだまだ私にもわからない秘密がある。そんな気がしてならないのさ。なぜ大いなる歴史の中でサスコートの人間とナスコートの人間の仲が悪いのか。なぜ我々には呪文が使えるのか。この星の地底にあるという建物は一体誰がいつ作ったのか。私があんたに伝えたかったのはそれさ。この疑問にいつの日か答えてほしいのさ。これがあんたたちに与える最後のテストだよ。できることなら私が生きてるうちに答えておくれ。今ここでされるテストってわけではないんだね。あんたたちならきっといつか答えてくれると信じているよ。で、お前。ピアーズ。ああ、いたな。レナスの人々。いや、まだ。これがお前たちの友への最後の別れになるかもしれない。心置きなく語るがいい。一階のさ、俺何も考えずに上に登ってきちゃったんだけど、外には出れんのかっていう部分だよな。そこを確認したかったから一回下に戻るけれども、無駄に広いからなここな。いや、まさかこの花の建物がさ、こういった その何、最後の語らいの場になるなんて最初プレイした時は全く思わんかったよね。さあ、あ、降りられない。なんだ、じゃあよかったのか。まあ仲間に、あ、メカニードスいねえじゃん。でもメカニードスいないってことは何、死んだ仲間とかはな、あれなのかな、仲間として認識されないみたいな感じだったのかな。いや、でも他にも多分仲間になるキャラいたと思うんだよね。仲間になるキャラだいたけど、俺がそのちょっとタイミング悪くてパーティーに入れることができなかったみたいなさ、そういうキャラがまあ複数体いたんだろうけれども、まあしゃあないな。それはもうエンディングには出てこないということで、まあ名残惜しいけど仕方ない。続けてきたぜ。思い残すことはないな。お前たち二人、運命の子らよ。レナスの地平を越え闇の力を切り裂いたお前たち、行くぞ。覚悟はいいな。どこに連れてくの。風が強え。なんか悠々白書のオープニング入るときもあんな感じの風の音鳴ってるよね。ああ、はいはい、パート1のときにいたよね。ああ、エンディング始まっちゃった。いやー、終わってみればマジであっという間だな。これな、おばさんとおじさん初めて、あれだ、駆け落ちようって言ったときだよな。まあ、チェスニとミリアって名前らしいけど、おじさん、おばさんだけど。あー、懐かしいね、この岩石ゴロゴロインディ・ジョーンズみたいなイベントもな。はぁ、エンディングだ。あー、あったな、このマグマの地帯な。いや、エンディングいいよね。こうやって今まで旅してきた場所のさ、紹介していくみたいな。まあ、他の RPG とかにおいてもあるあるだと思うんだけど。ストラボこれ結局今タイムマシンみたいなやつ乗ったけどさ、おじさんとおばさんはどこに行ったんだろうな。また別の世界か。石川正明、もう誰だか知らねえけど、あ、いたね、こんな耳の長いやつだな。ちょいちょいこの文字の感じ違うの何なんだろうな。あー、死んでるやつだ。ジョイス?ジョイスだっけ?ジョアンだっけ?まあ、どっちかだよな。パン屋の娘。いつの日かサムネになってたよな。これは俺が歩いた通りの軌跡になってんのかな。俺もこんな感じで、ちょっとジグザグに歩いてたよね、ここ。あー、いたな、こんな緑のやつもな。サムネにしてたわ。これレナスどうなんだろうな。全魔報酬とか全ボス選手作るかな。どうしよう。まあ、マイナーなゲームだからな、多分全魔報酬全ボス選手みたいのは作られてはいないと思うんだよね。まあだから俺が作るのも、まあ作ろうかな。どうしよう。
まあでも全ボス選手すげえグダグダだよな。まあ今のラスボス戦もそのおじさんのゾンドだっけ、ゾンドでしかダメージ与えられないと思ってさ、最初ゾンドしか使ってなくて無駄にターン過ごしてたからちょっと時間があれだよな。あ、いやでもそうだ、このゲーム俺一回もゲームオーバーにはなってなくねえか。負けイベみたいなやつではゲームオーバーに なってたけどさ、普通のボス戦でゲームオーバーなったの一回もなくね。いやむしろ雑魚戦でゲームオーバーなったことだったらあったかな。どうだったっけ。ジエンド、エンディング意外とあっさりしてる。はあ、やりきったなアレナス。で今回最終パート2パートに分けてんのかな。53分の動画になってるから、まあもしかしたらどっかで分けてたかもしんない。でまだ続くんだ。もう電源切っちゃおうかなみたいに思ったけど、はいはい、ここに戻ってきて、1万年前の世界とかにまた飛ばされるのかな。そもそもおじさんおばさんはもともとここの人間じゃないのか。13年前どっかから流されてきたみたいなこと言ってたから、1万年前の世界から流されてきたとか。うおー、なになになに、ゼニス城みたいな、なんかそういうドラクエ6のゼニス城みたいな展開になってるけど、何、冒険はまだまだ続くみたいな、そういう感じなのか。Someday on another Renus、May the next adventure start over、いつか別のレナスの冒険が、始まるかもしれないみたいな、そういう意味合いかな。まあ実際このレナスの続編みたいなやつあるよね。まあ今のところプレイする予定はあんまりないけれども、あ、まあこれでまあ次の次回作に続くと、そういうことなんだな。まあ、俺がいつもゲームの終わり際に言ってるセリフを今回まさかのゲーム側から次回作が続くみたいな、なんかそんな感じのこと言ってるけどよ。ってことで、もうボタン押しても何も進展ねえから、この辺で終えることにしようかな。まあ余力があれば、レナスの何かしらの動画作るかな。つうことで、終えるか。まあ RPG としては、まあまあの、まあ普通のボリュームかな。33パートぐらいで終わったから、まあ普通のボリュームってことで、なかなか楽しめたぜ。まあ初見でやったからシステムとか不慣れな部分があったけど、まあ終わり良ければ全てよしってことで終えよう。次回作に続く。